吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は古色の時代というものを紹介したいと思います。今履いているのはこれは日高屋です。そして、注文したのはイワシフライと餃子のセットです。ちょうど窓際に向かって座ってますが、両端はこの半透明のパネルが当たっております。この範囲で食事をします。ちょうどメニューが運ばれてきたところです。そして食べ始めまして、ちょうど今半分くらい食べ終わったところです。両端の配置は全く変わりません。左手前に、右左先に置いているのは私のバッグです。もうだいぶ食べ終わりまして、ここではもうすでに完食です。今日の日高屋の注文650円なりというレシートもつけております。その後は喫茶店に実は行っておりまして、これは日高屋の最後の写真です。そしてここはその近くにあります町田市成瀬、南成瀬のドトルコーヒーです。この店舗は2階にありまして、2階から下を見下ろすところですが、この時間帯誰も通ってないところが見渡せるところです。ここも左側にこの透明のパネルがあって、右側はちょうど柱になっておりまして、全く古色を楽しむという環境にはぴったりのところです。これが新しい代の生活スタイルだというふうに私は思っております。終わります。古色の時代でした。